はい、どうも、ショイテムです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、本日は狭山の室内練習場、はい、使わせていただいております。で、本日はですね、まあ、前回は投げとか守備とかをやっていたんですけど、ね、今回はバッティングの方をやっていきたいと思います。で、今回バッティングでやるのはこちらネットを用意しました。はい、こちらネットを用意して、今回は野球用のスピードガンがあります。で、こちら球速とバッティングの打球スピードを測れるものでありまして、ユピテルという会社のものでございます。で、こちらを使ってやっていくんですけど、練習やったんですけどすげえスピード出るんですよ。めちゃくちゃ出る。なんで多分これは正確じゃないと思いますけど、今回はこちらのユピテルを使って何キロ出るかっていうのをやっていきます。はい、僕と、まあ、ヒロとかやるんですけど、差は多分出ると思うね。多分差はね、そうやっぱ性格もだしパワーもだし出ると思うんですけど、ユピテルなかったらさ、自分がどれぐらいこう打球のスピード出てるって分かんないじゃないですか。これで実際自分はどれぐらいのスピードで出てんのかなって参考になるように、こちらを使ってやっていきます。はい、それではやっていきましょう。ゴー、次です。1本目、はい、さあ、いつでしょうか。135。うわ、130超えた。はい、2本目、133。次は僕が行いますけども、ヒロトが147マックス出したかな。147出したんで、僕は160とか、打球なんでね、スイングスピードじゃなくて打球なんで、打球の強さは160とか150とかいきたいですね。152です。152。156。160出していこう。音がいいかった。156でした。うわ、これ来たべ。これ来た、これ来た、これ来た。142。あれ、142。あれ、しばりさんは何を持った方がいいんですか。そうっすね、遠心力でね。遠心力いきます。今来た。これはピーさん打ったかな。これピーさんからもらったやつなんですけど。これで。ほら。148の138、86m。やっぱ後ろなんですかね。ね。ほら。142、132の 80m。 80? 折りそう。133の 127、75m。 139、123。150の139の87。150超えてきた。50超えてきた。152。152ですか。それ153。153。 P さんマットえぐいよ。これ弾きが良くないですか。良い。音がなかなか高い。次、オープンワールドさんの手でバットでいきます。
シレという素材の木製できます。153持ちます。やばいやばい、えやばい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 って、これやばいやん、これやばいって、こっちだな、映ってる映ってる、見えるかな、159っす。159だよ、シデマットかな、やっぱ合ってんすか、159エグいやろ、あ144でした。はい、で、広度変わります。これ、P さんからもらったシャツです。P さんから翔平さんに贈り物の和牛ジェルを使いたいと思います。ジェル向きだね。よし、ポンチン122です。122です。 OK、 124です。124上がってる上がってる、武蔵線やもんな。いいじゃないですか。132です。おお、いい、135です。ちょっとじゃあちょっとためを作って、ためを作ってバーン、行こうか。124です。ダメやねんか。130です。130いった30です。はい、というわけで今ですね、バッティングで測ってきました、打球を、はい、まあまあ結果はまあね、公式で159とか、軟式で映像外で160ちょいとか行きましたね。行きましたね。行きましたね。まあ、打球速度なんで、スイングスピードとは違うんですけど、ね、当たった時の弾きとか、それもあるんで、そうそうそう、やっぱりあの自分の好みのバットってやっぱさ、分かんないやん、そのすぐには。分かんないです。そう、いろんなバットを使ってって、最終的に一番力の入るバット、そしてスイングスピードとか、打球スピードが上がるバットが、多分あるんですよね、みんな。みんなあると思う。必ずあると思うんですよ、それ。はい、僕はちょっとグリップ細めの方が振りやすかったかなって感じなんで、細めのバットを中心に選んでいきたいと思います。はい、この狭山の試合練習場使っていきますので、はい、今後ともよろしくお願いします。しもし使用したい方はあの概要欄貼っておきますので、はい、チェックの方よろしくお願いします。まあ、お電話か LINE の方で予約するみたいなので、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。